愛らしい。あったかー。かわいい。ちょ、あらあらあら。ちょっとずつ出してくる。あらあらあら。あらあら。かわいいわ。寝てますもん、モカちゃん。すごいですね、モカ。まあ、ミジの父ですね。世界的な取り組みとして今話題の SDGs。 そんな SDGs のことを内田篤人と共に学び、さらに彼の知られざる素顔まで発見してしまう番組、内田篤人の SDGs スクール。いつも幸せに。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール。担任の那須でございます。そして生徒が内田篤人くん、秋田さらちゃん、中西くん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ突然ですが皆さん、犬や猫飼ったことありますか？ありません。ありません。あ、もう全くなしで。金魚ぐらいですね。飼ったといえば。飼ったというか、あのお祭りのあのね、金魚すくい。金魚すくい。私も金魚飼ったことあります。あ、本当。私もお祭りとかで金魚。あ、やっぱお祭りか。意外とデカなんだね。ね、お祭りの金魚。まさか犬や猫以外で盛り上がるとは思わない。魚類で盛り上がって。僕猫飼ってましたよ。あ、猫飼ってた。猫飼ってて小学校の時に。はい。ほんであの猫ちゃんって最後出ていくじゃないですか。一番最後の時。そう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 。で出て行って、うん、うちの家族みんな泣いて、うん、もう出て行ってもうたみたいな言ってたら、うん、次の日同じクラスの女の子がその猫抱いて、見つけた、今日から飼うって。悲しい。いや、もう楽にしたってくれ。びっくりしたけど。でも長生きしたんですね。そうそういうことでございます、ね。よかったでございます。はい、では皆さん、ここでクイズでございます。はい、最近では空前の猫ブームですが、外で見かける猫の中には耳に小さな三角形のカットが入っている猫がいます。このように、え、左耳に、ね、入ってますね。これはどういった猫なのでしょうか？はい、お、サラちゃん。他の野良猫に噛まれたとき。喧嘩して噛まれてな、グッとな、ちぎれたんや、うん、そうや。私あのおばあちゃん家に猫2匹いるんですけど、うんうん、その片方の子がもともと野良猫で、うん、赤ちゃんの時に噛まれて、うん、今残ってて。激しい戦いしたんやな。マジか。激しいで、ね、猫の世界。相当激しかった、うん、なんかの印でしょうね。でもお、当てていいですか？え、いいですよ、全然。ボケる機会なくなっちゃいますけど、いいですか？じゃあ内田さん、先にこれ挟んどきますか、一回。中西さん、何だと思いますか？おしゃれじゃないかな。よかったですね、チャンスもらって。ありがとうございます。よかったですね。どうぞ。いや、あれでしょ、はい、あの予防接種的なやつをしてますよっていう猫でしょ。なるほど、なるほど、なるほど。いいところ言ってると思います。では正解を教えてくださるのは、東京都保護猫の譲渡会を開催しているグループ幸せにゃんこの代表、山本範之さんでございます。幸せにゃんこの山本です。これどうぞおかけになっていただいて。山本さん、なかなかいいところまで行ったと思うんですけども。そうですね、あの遠からず近からずというところで、はい、まあ、桜耳と呼ぶんですけれども、はい、耳カット入ってる子は、まあ、不妊去勢手術がされてますと、うん、なのでもう子供を産む状態にならないようにっていうことを、うん、あの行うっていう意味合いになります。はい、知らなかった。逆に言うと耳カットない子は子供を産めちゃうので、どんどん増えちゃいます。うん、はい、そうなんだ。やっぱ猫の繁殖率ってやっぱ凄まじいんですよ。はい、あの年間で1匹の、お母さんから60ぐらいは増えていきます。そう、そんなに。要するに子供がもう3ヶ月4ヶ月後にはまた埋めてしまうので、またそこで4匹ずつ生まれて4匹ずつ生まれてっていうことで、もう60以上増えてしてしまうので。猫知らなかった、ね、だから増えていけばいくほどね、そんだけこう手がね回らなくなっちゃうっていう子も増えてきちゃうということやな、はい、な。さあ今日はですね、山本さんが保護している猫ちゃん連れてきてもらいました。そうか、かわいい。ちょっと待っていいですか？なんか気をつけた方がいい。いや、大丈夫です。先生、初めてですか？なんか大丈夫。
あらららかわいらしい。あったかじゃあ、さっきにゃーってなんか泣いてる声聞こえてたやん、うんうん、俺、サラちゃん泣いてんのかな思ったら違うな、心配なちっちゃい。これなんていう猫ですか。これはあのいわゆる雑種です、いわゆる外で生まれている子なので、まあ特に血統書とかそういうものではなくて雑種という種類になりますね。でこの子たちはまあ実際はもう本当に手のひらぐらいの大きさからミルクから育てているので、はい、保護したってことですか。保護しましたね、はい。どれぐらい生まれてどれぐらい。2ヶ月ぐらいです。2ヶ月ぐらいということで。おやつとかってあるんですか。 あります、はい、あのあげてみます。うわ、あげてみます。はい、何なんだこれ。あ、イカって書いてある。鶏ささみとイカって書いてある。あら、かわいい。あ、もうかわいいわ。うわ、俺も食べたなってきたそれ。すごい、すごい、なんかがっつきがもう。うわ、しゅまあ、こんな子がね本当に年間もう私のところだけでも200以上やっぱり保護してますのでね。さあ、ということで今回のテーマはですね、身近なペットと SDGs 前編でございます。今回はペットを通じて SDGs を考えてみましょう。さあ、ちなみにですけども、ペットとの共存がですね、人間を幸せにし健康にもつながるということは SDGs17 項目のどこに当てはまるでしょうか。内田君、分かりますか。3番なんじゃない。あ、3番、全ての人に健康と福祉を。なるほど。さあ、ちなみにサラちゃんは何番だと思いますか。私15番の陸の豊かさを守ろうとか、16番平和と公正を全ての人にとか。なるほど。山本さん、正解は何番でしょう。はい、3番の、全ての人に健康と福祉をになります。顔を顔、はい、猫をはじめとするペットは私たちの家族の一員です。ペットは私たちを幸せにしてくれ、健康にもつなげてくれます。さらに私たちは動物の命の大切さも学んでいくことができます。ありがとうな。何がありがとうな。まあ、空前のペットブーム、猫ブームと言われてます。でたくさんの方がまあ猫をあの家に迎えるということを行ってますけど、そのまあ裏側でですね、やっぱり殺処分数、はい、を考えていかなければいけないんですけど、犬猫合わせて年間で3万2000頭の、はい、殺処分。あの猫ちゃんは2万7000頭がまあ年間で殺処分されているというのが現実なんですね。だからそういう不妊去勢手術とかをする、はい、ということでございますよね。はい、これで、まあ、あのこれ以上その不幸な子を増やさないっていう活動ですね。あの外で生まれちゃったので何とかしてほしいっていう一般の方からの問い合わせや、依頼があるんですね。そういう。そうですね、あの依頼を受けて、まあ、その現地に赴くというところですね。で、うん、中にはその高齢の方が、まあ、飼ってたけども、うん、自分が施設に入らないといけないとか、ね、そういうことで飼えなくなったっていうことで、はい、引き取ってほしいというケースもありますし、うん、あとはそもそももうペットショップで飼ったんだけれども引っ越した先がペット不可なんで引き取ってほしいとかっていう、まあね、あのちょっと私としてはあの納得がいかない理由もありますけれども、それは様々な理由でやっぱり保護されるというケースですね。なんかそういうのを聞くと悲しいですよ ね。幸せにゃんこも、譲渡会というものを開催してます。あの、うん、猫がたくさん集まってそこにこうお見合いをしてもらうという場所を設けてます。で、まあ、本当に全国にね今こういった保護活動をやってる方非常に増えてます。まあ、そういったところに足を運んでいただければご縁につながる可能性もあると思います。もしでもその欲しい飼いたいってなったら誰でも行けるもんなんですか。あの誰でも大丈夫です。まあ、あの審査はありますけれどもね、うん、審査があるんだ、はい、一応あのきちんと飼育できる環境なのかどうか、まあ、当然経済的な部分も多少ありますし、うん、まあ、いろんな項目があってその中で、まあ、マッチした子を迎えていただくという形ですね。なので例えば子猫を迎えたいって言われてもう一日中働いててお留守番がもう10時間以上とかなっちゃうと、うん、やっぱりちっちゃな子は体調変化もあるのでなかなか難しいってなるので、うん、お留守番少ない方になったりとか、うん、高齢の方だとこういうちっちゃい子ってもう動きについていけないんですよ、うん、もうこうなって逃げられちゃうってなるんで、うん、じゃあもうちょっと落ち着いた子を迎えてもらおうかっていうそのマッチングですよね、うん、はい、あのその人たちに合わせたあの猫っていうのは必ずいますので
そういう子をお迎えいただくという。そうですね。だって何も考えんとね、可愛いっていうだけでね、なんか買いたいっていう、ね、ついつい買っちゃいがちですけど、その辺もやっぱ考えないといけない、ね、そう、やっぱり猫のことも考えてあげないと、まあ、ちゃんと責任持ってね、はい、そうですね、買ってほしいですよね。もう寝てますもん、モカちゃん。すごいですね、モカ。寝るげえ。マジで落ち着いてるよ。まあ、2児の父ですので愛し方は知ってるわけです、はい、寝かし方はもうある程度、ね、寝るってすごいっすね。いや、いいわ、ね、なるかわいいな。もうだからこういう子たちのね、もう殺処分っていうのはもう本当減らしていきたいなと思うんですけども、さあ山本さん、殺処分を減らすための方法というのはどういったところにあるんでしょうか。我々含めてですね、あの愛護活動をやってる方々のところにはもう本当全国にたくさんのこういった子がね、たくさん保護されてます、うん、あの我々のところにいる限りはその家族ではないんですよね、保護猫なので、あ、やはりこういう子たちを、まあ、あの一人一人の方があの愛情を持って迎えていただくっていうのがね、もう最終的にはやっぱり殺処分を減らす第一の重要なポイントになってくると思いますね、うん、ペットショップに行かなくてもこんな可愛い子がたくさんいるっていうのをね、ぜひ知っていただきたいと思います。さあ、それでは内田君、授業のまとめお願いします。はい、まあ、自分たちがペットを迎え入れる覚悟とかね、準備っていうのは本当にできているのかなっていうのが大切かなと思います。その後の、ペットショップから選ぶのか、そういった保護施設から選ぶのかっていうのももう一度考え直してほしいですね、これから買うっていう人はね、うん、こんなに可愛いのに、うん、はい、それでは皆さん、 YouTube チャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。この番組の収益金はリクシルとユニセフとのパートナーシップメイクアスプラッシュに寄付させていただきます。にゃにゃにゃ